ツイステッドワンダーランド。おや、いつの間にか靴が少し汚れていますね。後でピカピカに磨いておきましょう。へえ、お前が作ったにしてはいい部屋じゃん。実力を見せてもらおう。始めよう、狩りの時。オッケー、すぐに積んでやるよ。面白い。いいでしょう。面白いことをしよう。じっとしてろよ。ほい、おっと、ほい、おっと。見逃しません。反省したか？やってやろうじゃん。許可しよう。のんのん。無理は気に入っていられないね。捕らえたよ。リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか？僕を差し置くとは度胸が終わりだね。面白くなってきた。痛むか。静か。おっと。いいでしょう。いいと思うぞ。お安くしておきます。じっとしてろよ。どうぞ。やる気か。いいな。まあ。よかろう。わかった。しっかりやれ。面白いことし。見ていられないね。受けてた。おっと、おっと。懲りたか。お次はこいつじゃ。覚悟はできたかい。任せとけって。面白そうだ。覚悟はいいか。逃がさないよ。言い訳はなしね。俺の勝ち。素晴らしい。その調子で今後も励むように。あまり手荒なことはしたくない。遊んでやろう。しょうがねえな。わかった。見ていられないね。リドル寮長、俺が片付けちゃっていいっすか？僕を差し置くとは度胸が終わりだ。油断は禁物。おっと、どうじゃ。これはどうかな。反省したか。承知した。よかろう。面白い。無理は面白いことをしよう。やる気か。おっと、おっと。痛むか。おっと、おっと。泣いても。おっと、おっと。ええ、行こうか。お安くしておきます。覚悟。じっとしてろよ。のんのん。力任せはダメだよ。笑えないな。ほら。さあ、捕まえた。わかりました。よろしい。しっかりやれ。見ていられない。力任せダメだよ。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。泣けちゃいますね。次はないよ。面白い。任せとけって。どうかな。褒美はじっとしてろよ。逃がさないよ。見くびるなよ、愚か者め。よくやった。私も鼻が高い。力と牙以外にも全力でかかってきなさい。面白い。許可しよう。面白いことを褒美見ていられないね。力任せはダメだよ。受けてた。おっと、おっと。これはどうかな。逃げ切れるとでも。いいでしょう。任せて。
じっとしておやすくしておきます。感謝なさい。笑えないな。どうぞ。よし、手は抜かない。なるほど、わかった。しっかりやれ。見ていられないね。無理は禁物じゃ。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用しよう。ご満足いただけました？受けてたぜ。静か。おっと、痛むか。さあ見てなさい。よかろう。面白いことをしよう。笑えないな。おふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、見かけ倒しじゃない。逃げ切れるとでも。 お次はこいつじゃ。面白そうだ。いいと思うぞ。覚悟はいいか。しっ、当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。ナイス筋肉、仕上げてきたな。始めよう、狩りの。へえ、いい度胸が終わりだね。許可しよう。いいチョイスよ。見ていられない。感謝なさい。甘いよ。面白いか。ダメね。おっと、よし。ええ、いいだろう。褒美はたっぷり。しっかりやれ。見ていられないね。つまらねえ。どうぞ。退屈させんなよ。静かに。いいチョイスよ。ふむ、無理は面白いことをしよう。力任せはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、見かけ倒しじゃない。おっと懲りたか。痛むか。逃げ切れるとでも。おっとやりますね。良い策じゃ。面白いことをしよう。捕らえたのか。わからない人だ。おっとよし。おっと、行こうか。いいと思うぞ。じっとしてろよ。はっ、受けて立つぜ。ほんま、これはこれは大健闘でしたね。ナイス筋肉、仕上げてきたな。力と牙以外にも。へえ、いい度胸が終わりだね。やります。どうかな。お安くしておきます。ノンノン、力任せはダメだよ。受けて立つ。反省したか。さあ、捕まえた。わかりました。どうかな。しっかりやれ。じっとしてろよ。どうじゃ。いかがでしょう。おっとかかってこい。いいな。任せて。承知した。面白いことをしよう。じっとしてろよ。おふざけはここまでにしましょう。リリア、光栄はわしに任せよ。ビル、こんなのお話にならないわ。忠告したぞ。痛むか。たまにはいいか。おっとそうだね。承知した。無理は禁物じゃ。覚悟はいいか。面白いことをしよう。どうじゃ。よそ見か。おっとまだ足りないのか。おっとよし、任せて。よろしい。感謝なさい。見ていられないね。たっぷり。それが本気。優雅さが足りないな。静かに。見くびるなよ、愚か者め。ナイス筋肉、仕上げてきたな。ようこそミスター S のミステリーショップへ。お目が高い。 Thank you, こんにちは。
お目が高い。サンキュー。君の未来に幸運あれ。インスタック。サンキュー。君の未来に幸運あれ。ホリデーは生徒たちだけでなく、教員みんなが楽しみにしているんですよ。何を隠そう、この私も私の全力を知りたい。随分と怖いもの知らずですね。学園長として心配になってしまいます。いい一日にしましょうね。もし授業で寝てしまってもご安心を。試験前には僕が助けて差し上げます。お題次第でね。教師陣からの信頼は厚いと自負しています。何せ僕は真面目ですから。